はい、こんにちは。札幌占い美容師早橋の後藤です。愛知から来ていただいて、で今回ですね、2回目の受講なんだったんですけど、カット講習に来ていただいて、まあ、パーマもやったんですけれども、まあ、前回の時よりもかなり成長しているのが見られまして、まずハサミの開閉だったりとか、うちの F カット理論自体簡単なんですけど、結構手のこうやりは難しいですよね。難しいっていうか、ちょっと手の感じだけで、手のこう持ち方とかがちょっと特殊で、で開閉がちょっとなーっていうのもあったんですけど、今回改善されてて、多分初日で14ぐらいのスタイルをバババってやってたんですけど、もう結構そこでね、本人的にも、あ、なんかこんな単純なことかっていうので、多分もうやる気がなくなってたんだいや、そんなことはないと思うんですけど、結構彼はすごい、僕すごいまだ若いんですけど、すごいいろんな講習会に行かれてて、もう美容にすごいお金を使ってる感じなんですよ。自分の自己成長にすごい行動力があって、結構こう、まあ僕の印象なんですけど、ちょっとおとなしめのイメージがあるんですけど、消極的な、ただ彼はすごい行動派なんですよね。それはやっぱり絶対結果に出てくると思いますし、今後ももっと頑張ってほしいなという、絶対成功してほしいなっていうふうに思って応援してるんですけれども、いろんな講習会、まあ名前とか言わなくてもいいですけど、カット講習とかっていうのはここ1年ぐらいで何個ぐらい受けたんですか？1年に 2箇所ぐらいは行ってるので、そこである程度このカリキュラム的には長く行ってるってことですよね。そうですね、4回コースとかで行ってたりとか、はい、を2つ行ったりとかはしてます。はい、まあね、そういうのもこうプラスされて、彼らも上手になってきてるんですけど、上手なんですけど、もうすでに、上手なんですけれども、違いって僕は分からないので、なんかもう一個のもう一つのやつを、どうかという問題ではなくて、お互いいいところはあると思うんですよね。うちの悪いところもあると思うし、なんでどうですかね、結構その違いっていう部分を僕は知りたいなっていう部分があって、うちのやつのカットはどうですかね。こう短い期間でも、はい、講習が今まで行ってたやつは、はい、お店に帰ってから練習はもちろんするんですけど、はいはい、いまいちこう落とし込めないというか、はい、実践でお客様にはカットでは活かせなかったりとかもしてたんですけど、はい、北海道に来てこの3日間受けた講習は、はい、やっぱり自分のお店に帰ってから、はい、すぐに実践できるような技術だったりとか、ああ、わかります。なんか講習では習わないようなことを、はい、教えてくれる感じなので、すごい身についてる感じがすごい1日ごとにしてます。はい、すぐやっぱすぐ講習会とかセミナーとか、僕もまあ動画見たりもするんですけど、やっぱり、まあ、自分もせっかちな性格してるんで、すぐそれができないとちょっとやっぱりなあなあになってきて、最後やらなくなっちゃったりすることもあるんですけど、やっぱすぐできて、それを鍛錬していって、もっとうまくなっていくっていう方が入りやすいかなって僕は思って伝えてるはいるんですけど、そういう部分では結構簡単ですよね。簡単です。簡単じゃない、びっくりします。簡単だよね。ちょっと雑なとこもあるけど、はい、まあ、カットで言えばね、うちもセニングとかも全然使えますし、まあ、セニングなしでも全然できるんですけど、必要な人にはやっぱセニングも必要ですし、シザーだけで作るっていうのも一つすごく、いいと思うし、みんなそれぞれのなんか宗派じゃないけどいろいろあると思うんですけど、やっぱりお客さんが良くて、まあ、そのウィッグじゃなくてお客さんありきなので、お客さんの髪の毛に合わせてできないと意味がないかなって思ってるんで、その状況でじゃあ、まあ今日も言いましたけど、つなげちゃいたいじゃないですか。はい、つなげたい、ね、つなげたい。カットラインじゃあつなげるのが正解なのかどうなのかっていうのは、ウィッグ上ではそうなんですけど、僕はこれでもウィッグっていうのはただの反復でしか思ってないので、お客さんに入った時にそれが実際に使えるかっていうのは、またすごく下が好かれてスカスカの場合もあったりとかするんで、つなげることがマイナスになることもあるんですよ。だけどしっかり切ろうとして、まっすぐな、ね、なんかこう揃えちゃうみたいなのってあるじゃないですか。それってじゃあ揃えない方がいいんであれば揃えない方がいいわけであって、つなげない方が良ければつなげない方がいいわけであって、そのお客さんの髪の状況があるので、結構 YouTube の動画とかも皆さん見て、僕のじゃなくていろんな人のも動画見てらっしゃると思うんですけど、あくまでもあれは、まあ、お客さん切ってるとしても、いい状況のお客さんのベース、いいお客さんの、やりやすいお客さん、綺麗に見えるお客さんを
やってどうだっていう部分に関してはあんまり練習って実際のリアルと違うんですよね。でウィッグも違うじゃないですか。なんでそこは別に考えて、いろんな状況にバリエーションを聞かせて応用できるっていうと、また違ったカットの勉強の仕方も必要になって、ベースカットだけじゃなくて今度そぎを重点とした勉強が必要になるとかね、ですよね。そぎってあんまりでもなんかやっぱり邪道っぽい感じがして教わんないかな。あんまり教わらないですね、カットメインで。はい、僕としては本当にそのリアルなお客さんを目の前にしていいものだけを伝えるんじゃなくて、そのやっぱりいろんな生の状態を伝えできればいいかなっていうふうに、臨機応変にこうそこをね、感覚値っていうのをすごく大切にしてやっていければカットって面白いし、もっと新しい時代のヘアカットを勉強できるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。初日結構大変だったんですか？結構たくさん頭の中いっぱいですか？初日は結構ハードで、頭がパンパンでしたけど、なんとか3日間だいぶボリュームもあったのですごい良かったです。ありがとうございます。最初伊藤さんの方から画像を送ってきていただいたのが14スタイルぐらいだったので、それをまあ全部やろうということで初日やったんですけど、基本切り方ってそんな変わんないんで、ただ長さのレングス違うとかなんでね。パーマはどうでした？今日はねちょっとパーマやったんですよね、カットやりすぎちゃったんで、今日はドライングパーマっていうのをまあね、やらせていただいたんですけれども、彼のサロンで使ってる薬剤っていうのもね変えられないと思うので、その薬剤の中でじゃあどうやっていくか、いくのかなっていう部分をちょっとこう言ってみたりとかしてみたんですけどね。これ前髪のところ、これドライングパーマっていうのをかけてるんですけど、綺麗にこうかかってるんですね。はい、ブローしなくてもこういう風になるわけですよ。で、あのドライングパーマの、ね、すごいなと思ったところ、例えばあそこですよね、相談しながらかけれるっていう。そうですね、パーマで相談しながらかけれるっていうことってあんまないかなって。ないです、今あれは俺すごいかなと思うんだけど、どうですかね。別に自分で言うのも変な話ですけど、結構これやってみたいでしょ、はい、入ったらすぐ。そうですね、お客様とディスカッションしてできるっていうのはカットとかならやっぱりある程度、ね、あると思うんですけど、はい、パーマはもうかけ終わった時のスタイリングももうそのまま仕上げちゃうので、パーマでできるっていうのはすごいいいですね。パーマで、ね、かか仕上がる前の段階で仕上がりを共有できるっていう部分に関しては、はい、いいかなと。あと癖をね取りながら簡単にカールも作れるんで、多少の癖であれば伸びるとかも、まあ、矯正をかけながらやるっていうのとはまたちょっと違いますけど、もっとナチュラルな視点で、癖を抑えながらかけれるドライングパーマとかっていうのはもうずっとやってる、もう15年ぐらい僕はもうドライングパーマもっとやってるかな、やってきてるんですけど、基本的なところはあんま変わんないので進化はさせてますけどね。ただずっと昔から使えてるパーマではあるので、帰ってからまず何やってみたいですか？帰ってからですか？帰ってからやってみたいなっていうのもいいんですけども、彼はできる状態なのでお客さん練習台にしてるわけじゃないんですけど、全体的にはカットがかなり時短になるなっていうのを感じたので、はい、帰ってから今までよりも多分早くカットができるようになってるので、はい、早く時短して、はい、うん、いろいろやってみたいなと思うんで、なんかね自信が多分前回来た時よりも全然彼の切ってるのを見ると自信があるんですよね。まあ、手が慣れてるっていうのもあるんですけど、なんかすごい成長してるのは僕はちょっと嬉しかったなっていうのが、あと何年かしたら本当にすごい成長するんじゃないかなっていうふうに思ってますね。ヘッドスパ受けにわざわざ飛行機で行くような、飛行機で乗ってったんでしょ、東京の新幹線で行ける、新幹線に行った、ああそうかそうか、わざわざ新幹線に乗って東京のヘッドスパ受けに行くでしょ、はい、行きます、とか行ったりとかしてるみたいで感心してますけどね、すごいなと思って。まあ幅広い範囲において、まあ、美容も本当ね今回ちょっとやってもらいましたけど、まだまだいろんなことがあるので、まあ、カット以外の部分ではね、やっぱり時代的にはパーマと矯正とカット、この辺を強くしていかないと生き残れないかなと思ってるので、そこをね強みにしてやっていっていただければいいかなっていうふうに思ってますね。地元で多分そのね、ああもう前髪パーマだったら伊藤君に任せたいみたいな感じになるようになってほしいし、なんかありますかね。いきなり持ち上げ難しいか。今日な何食べるの？モスバーガー。やっぱりモスバーガー買って帰る。北海道来てるのにモスバーガーを買うっていう。
昨日はね、あのウニとか刺身とか、あとまあ無理やりラーメン屋さんも行きましたけどね。モグラっていうラーメン屋さんは札幌の入門編なんで、そこ行かないとってことで。でもあれ美味しいよね、結構ね。美味しいです、ラーメン。結構お腹いっぱいになりました。いいでしょ。はい。で今日小樽行ってきたんでね。小樽行きました。はい。で今後はね、まあ、ちょっと LINE とかでやり取りして、分かんないところはちょっと僕の方でケアしつつ、まあ、オンラインの方もちょっと配信してですね、まあ、カット動画をちょっと見て、ちょっと反復していきながら、で今回ちょっとね、申し訳ないですけど、ちょっと途中やってる部分のやつをちょっと動画にさせてもらうかもしれないので、はい、それをまあ送るんで、それを見てまた反復、こここうだったなっていう気づきにさせていただければ、していただければいいかなというふうに思っておりますね。はい、ということで、3日間お疲れ様でした。ゆっくり休んで、明日朝早いんで、はい、はい、ということで風邪ひかないでください、北海道寒いんで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。